高人山は日本の滋賀県彦根市の中西部に所在する山。琵琶湖西に望む大見盆地の一角、古東地方の一角に形成された標高284メートルの独立峰である。山頂のおよそ300メートル北東に山東三角点がある。古くは平流れ山と呼ばれていたが、奈良時代、行基が山頂に奥山寺を解散した際に、 美保大工人の像を祀ったことから、工人山と呼ばれるようになった。周囲には、嘘川によって形成された平野が広がっており、北北西の麓に、曽根沼が、さらにその先、山陸からの距離1キロメートル余りの北東には、琵琶湖が開けている。また、北六より3 0 0ル離れた北北東に、野田沼がある。麓一円は、田園地帯であり、 山頂からは南北に広がる琵琶湖が一望できる。山の南側にある丘陵地には、滋賀県下第二の規模を誇る前方公園墳である、公人山古墳があり、この遺跡やその周辺からは、弥生時の破片のほか、バグや金管、祭器などが出土している。山頂には、公人山の神社や公人山城跡があり、山麓には、唐崎神社、千十字、 天馬天神社、稲村神社などがある。4月の上旬から中旬にかけては、桜の花が咲き乱れ、花見スポットとなる。また、6月の29日30日には、山頂の工人山の神社で、子供の無病息災と、家内よけを祈願する、みな月祭りがある。近現代の設備、施設としては、山頂に彦根テレビ中継局、工人山 FM 送信所。 山腹にハイキングコースやウォークラリーコースがあり、また山の周りにはサイクリングコースが設けられている。北東6には野球場、テニスコート、運動場、公園設備、及び彦根市子どもセンターが設置されている彦根市工人山公園と県内の学校やスポーツ少年団の子どもたちが合宿やキャンプなどに利用する彦根市工人山自然の家があり、 レジャースポットとなっている。明治時代、貧困から生活が成り立たなくなった、郝仁山の周辺の住民たちは、山の木を競って伐採し、売り払ってしまった。そのために、郝仁山はゲ山になってしまい、土壌の保水力が著しく低下した山腹では、土砂災害が続発するようになった。この事態に危機感を覚えた地元の名士、大橋里左衛門は、村民たちを集めて、 山に木を植えようと呼びかけ始める。雨の降る日も風の吹き荒れる日も山林を見回り、赤松を植林して回った、李財門の行動はやがて村民の心を動かし、地域ぐるみで植林に協力するようになっていき、そうしてついには山の緑は一様の回復を見た。大橋李財門は、その後、37歳の若さでこの世を去ったが、工人さんの環境保護に尽力し、 緑の山に蘇らせた人物としてその功績は、称えられ、1962年には、嘘川に架か,かる天神橋のたもとに記念碑が、建立された。山頂に鎮座する高陣山の神社東方の、鈴鹿山脈から望む高陣山、琵琶湖の対岸には、平山地別港、彦根テレビ中継局、高陣山 FM 送信賞参照のこと。下記の二駅から、孔陣山までは、 徒歩約45分と遠く、現地までの公共交通機関はタクシーや路線バスがあるが、マイカー等で行くのが一般的である。ありがとうございます。